がむしゃらに前に進んでいく感じっていうのが、まあ、自転車をそれこそまあ立ち漕ぎしてるかのようなね、うん、そう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 、もっとちょっと重ね合わせるとリンクするんじゃないかなということで、まあ、一心不乱にこう自転車を漕ぐという。全力少年っていうタイトルをつけた時も、はい、やっぱりと似た感覚なんですよね本当にパーリーパーリーでいいのか、それで聞いてくださいね、そうそう、それで聞いてください、パーリーパーリーってね、はい、フラグだね結局ピアノ1本だったら10本の指で、うん、で1つの歌でっていうところで考えると、うん、こんなに神経使うんだなって。そうですね、まあ、特にその要求もたくさんしてくれたしね、うん、それもあるし、なんかその歌詞の上でもそうだしね、うん、歌詞もね、書き分け、うん、あんですよね、全然違うことを、違う A メロ違うサビにしたいって言ったからね、うん、じゃあそのことをうちら二人ともやるから、歌詞書いて曲作るから、でも分けちゃうよみたいなね、あれってやったけど、それもまた良かったしね、面白い感じに仕上がりましたね、うん、たとえ涙が降る